株式会社大和技術サービス技術第一部課長補佐木下修一様です。よろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、それでは、アイコン計測、測量 DX 革命アイコン計測サービスということで、説明させていただきます。皆様こんにちは。本日はお暑い中、アミューズワンセルフの、ブースにお立ち寄りいただきましてありがとうございます。我々は、宮城県仙台市の測量会社で大和技術サービスと申します。本日、説明する内容についてです。アイコン計測サービスについて、続いて弊社が、保有しております、MMS とか、UAV レーザーで UAV レーザーであったり、ナローマルチビームの説明の方をさせていただきます。まず当社の、紹介ということで、社名は 株式会社大和技術サービス、代表者は、本日からなんですけれども前田俊、和彦というものになりました。創立は、昭和60年、になります。で、東日本大震災の直後ですね、地質調査会社と合併しまして、受注の拡大を目指してきました。今までは、東北地方、仙台を中心に東北地方の、建設コンサルティング、事業だったり測量業だったり、従事してきましたが、昨年ですね、関西の方に営業所を出しまして、西日本の方の受注も増やしていこう、というところになっております。次に事業内容についてです。メインは測量になります。あとは道路、交通道路の点検であったり、地盤調査、また、災害時の、対応ということでやらせていただいております。今年ありました能登半島の地震の、災害復旧にの方にもお手伝いさせていただいております。次にアイコン計測サービスについて説明いたします。土木業界は今ですね、様々な問題を抱えております。少子高齢化、頻発する災害であったりとかで、インフラの老朽化ですね、その中で生産性の向上が求められております。そのため国土交通省ではアイコンストラクションの推進を進めてまいりました。またコロナ対応などと並行してデジタル技術によるスマート化も促進されており、インフラ整備分野においてもデジタル化を強力に推進する必要があると注目されております。その中でデジタルトランスフォーメーションということで、そういったニーズにも対応できるように弊社が提供している、弊社も、頑張っているところです。続きましてアイコン計測サービスの概要ということで、弊社の、導入してきた、システムについての概要です。弊社もですね、最初は、MMS とか、UAV レーザーの前にですね、UAV 写真測量とか、そのあたりを導入してきまして、中でもですね、平成30年、アミューズワンセルフさんの、レーザースキャナー、T ドットプラスという機械になるんですけれども、そちらを導入して UAV レーザーの方を、導入してきたというなります。また令和2年にはですね、T ドットグリーンの方も導入しまして、水部の、計測の方もやっております。また、ナローマルチの方も導入しまして、水部に関しては深いところから浅いところまで、シームレスに、計測することができるようになっております。こういった、導入した経緯を、踏まえまして、地元の、測量会社がこういったシステムを導入するのにはかなりハードルが高いということが分かりました。主にはですね、技術者の教育であったり、あとは、こういった機械は結構高額ですので、のところに、いろいろなハードルがあるということが分かっております。
そういったところを、そういったところを皆様のお手伝いできればなと思っております。弊社の、測量技術を計測サービスとして、提供することであらゆる業者と、コラボレーションしていくという、考えております。続きまして弊社が保有するシステムについての説明の方に入りさせていただきます。まずですね、弊社が保有している MMS ですね。こちらはですね、イタリアのシテコという、メーカーさんのシステムを導入しております。レーザースキャナーは2機搭載しており、1秒間に200万点という非常に高密度の、点が取得できるものになっております。また IMU も1秒間に200回の制御、姿勢制御を行っており、かなり高精度な、測量ができるというシステムになっております。さらにですね、道路であれば1日100キロくらいですね、走った実績もあり、現地の整合性も10ミリ以下、で、座標化できるというものになっております。データの取得イメージですが、車の後方に、レーザーが2機ついておりまして、それぞれ360度計測しているというものになります。工作地とかで何もないところであれば、30メーター、市街地でも50メーターくらい測れるかなというところになります。続いて、こういった感じで、データの方がものになっております。こちらは、バイパスの走行した時のデータ取得のものになっております。こういった、点群データからですね、あと図化して、横断図を書いてということが可能になっております。この、バイパスですね、だいたい2キロくらいあったんですけれども、こちらの車の走行はもう10分くらいで終わるようなところですので、大幅な作業の効率化が可能になっております。3次元点群は、XY 座標を持ってますので、いろいろなイメージの、出力ができるようになっております。この MMS を利用しまして、今までですね、道路の自動車専用道路であったり高速道路であったり、そういったところの路線測量の、測量を行ったりですね、あとは道路の台帳整備であったりとか、トンネルのクラック調査とか、そういったところが、そういったところに活用しております。MMS の、測量のメリットということで、短時間で大量のデータが取得できます。また、車を走らせるだけですので現地での作業が非常に少ないです。また、交通規制を通常の車と同じように、走行するだけで計測できますので、交通規制などをかけずに作業が可能であります。デメリットとしては、データが大きすぎるので専用のシステムが必要、またちょっと、システムが複雑ですので、そのあたりに慣れる必要がある、あとは機械が高額であるというところになります。こういったところを弊社の、計測システムを使うことによってデメリットを回避しメリットのみを得ることが可能になります。続きまして、ナローマルチビームの方の説明に入ります。ナローマルチビームはですね、船の上から、水中部を測るというものになります。弊社のシステムは、ノルビットというものになっておりまして、特徴としてはカーブドアレイという、ちょっと受信機の形が変わっているものになりまして、そちらを使うことによって、今までにないような測量を計測方法を実現しております。計測イメージとしては、GPS を使いまして、船から、音響測信機を使いまして、測っていくというものになります。
また、高性能の IMU も、搭載しておりまして、天群を生成する際にですね、基線解析することによって、詳細な天群を生成することができるようになっております。弊社のノルビットの、システムの特徴として、カーブドアレイという技術を採用しておりまして、FOV ですね、ドローンでいう FOV が210度まで撮ることができるようになっております。また STX モードという、ちょっと説明しづらいんですけれども、ちょっとずつビームの方向をちょっと変えまして、死角をなく、測量ができるようなものになっております。また船の上にですね、レーザースキャナーもつけることができまして、水部と同時に地上部も計測も、実施できるようになっております。カーブドアレイについてですが、他社の、ナローマルチビームですと、フラット型が多いんですけれども、そうしますと、大体160度くらいまで、でカーブドアレイですと、水平よりちょっと上の分もですね、210度まで測れるようになっておりますので、こういった岸壁のデータを取得する際、かなり基線に近いところまで測ることが可能になっております。でさらにこういった形で斜めにすることも可能になっておりますので、より効率的に計測がすることができるようになっています。次に STX モードによる、メリットということで、ビームの方向をちょっとずつ変えることによって、水平方向にですね、ちょっとずつ変えることによって、死角なく計測するという、システムになっております。通常測ると、右側のようにちょっと柱とかあったりするとその影が測れなかったりするんですけれども、 STX モードをオンにして測ると死角なく計測できるというものになっております。続きまして、水上からレーザーを測量する部分になっております。こういったレーザーを測ることによって、テトラポッドであったり、ダムの、停滞の裏側ですね、そういったところの計測も可能になっております。続きまして、UAV ライダー、グリーンレーザーの、説明の方に入ります。弊社では、T.3 グリーンという、機械、アミューズさんの機械を導入させていただいております。こちらはですね、空から地上部と陸上部と、水面下両方測れるというのが最大のメリットになっております。またちょっと、もう一台持ってるんですけど、こちらはちょっと割愛させていただきます。UAV レーザー、測った時の、取得の例になります。こちらはですね、東北地方にあるダムを測ったんですけれども、そちらでちょっと濁っているようなところだったんですけど、それでも、2.3 メートルの、水深まで測ることができました。でそれ以上深いところは、こちらはナローマルチビームを使いまして、対差測量の方をさせていただいております。また、こちらは海ですね、漁港の、浚渫の前にちょっと測らせていただいたんですけれども、このようにですね、船と、水の中とあとは陸上の、埠頭のところですね、そのあたりも、このように同時に測ることができました。でこのようなデータが取得できております。続きまして、スラムレーザーですね。弊社が持っておりますのは、ナビビスの、VLX という機種になります。でこちらもですね、こちらは何ですかね、担いで、測るタイプになっております。でこちらはですね、上の
頭の上のところとあとお腹のあたりにですねレーザーが2体ついておりまして、まあ、垂直方向と、水平方向それぞれにレーダーを出して、計測していくというものになります。でさらに、カメラが水平方向に3台ついておりましてそれぞれパノラマ写真を撮って、いきます。でさらにあの手元にディスプレイが内蔵されておりますので、まあ、それをそのデータ取得したデータがすぐ出るようになっておりますのでそのあたりを見ながら、それを見ながら計測していくということになります。あとは、まあ、大体1回の計測1本のバッテリーで 1.5 時間、計測できるというものになっております。弊社もですね、まあ、据え置き型の TLS 地上型レーザーも持っているんですけれどもこちらのナビビスを使うと、かなり効率的に測ることができます。でさらにですね、まあ、GNSS に、がないような環境でも、測れるシステムになっておりますので、まあ部屋の中であったり、工場の中であったりというところも計測可能になっております。で、まあ、TLS とナビビスの、計測した時の比較だったんですけれども、ナビビスですと先に取っていきますので、まあ非常に切れ目のないような、データが取得できます。据え置き型ですと、まあ、どうしてもちょっと1点置いて測っていきますのでちょっと死角が出てしまうんですね。そういったところがなく、計測できるようになっております。最後にですね、弊社の計測サービスについて説明いたします。計測サービスは、お客様と弊社の作業を分担して実施していくという形になっております。計測範囲など、目的などの資料をいただければですね、それに合った形の計画を立てましてお見積もりさせていただきます。他にですね、弊社基本測量とかもやっておりますので、もし必要であればそういった測量の方もやらせていただいております。でその後ですね、移動体計測、まあ、その現場にあった形の提案させていただいたものをやらせていただいて、3次元天群解析を行って、まあ、基本的にはここで納品という形になっております。その他、まあ、平面図であったり横断図であったりそのあたりが必要ということであればそちらの、方も、柔軟に対応させていただいております。ICT 分野は、今後さらに拡大され、測量だけでなく、施工や設計の方にもいろいろな分野で必要になってくるのは必然だと思っております。弊社の ICT 技術は自社業務だけでは有効活用できていないので、これからの時代は、あらゆる企業の皆様と、協力させていただいて、お互いの、企業価値を高めていこうということになっております、企業価値を高めていこうと思っております。まあ、という形で、はい、皆様よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。